さっきはタヌキの話をしたから、じゃカートに乗りたい。普通にわーわーって喋ってたと思ったら急にフーみたいなこと言うから叫びは大変でしたね。畑中か。いやいやだから上げて上げて畑中かーって上げて上げてほしい語尾を。そこの違いだけですよね、感情はね。そう、語尾が上がるか下がるかだけですよね。最初はでもマリオに決定したのがすごくもちろんやっぱ嬉しくて、自分がマリオって名乗れることがもう不思議で不思議でしょうがなくて、でもそれは決めていただいた以上、その嬉しいだけじゃなくしっかり責任を持ってこの映画の魅力をちゃんと僕は日本語で表現できるようにっていうので真剣に取り組んで、まっすぐ真摯に向かっていったんですけど、ルイージ畑中か。いやいやいや、そうなんかそのテンションのままね、あ、ルイージ畑中かって言ってほしい。あ、でも本当にあれですよね。いや、僕も嬉しかった。嬉しかったですよ。マリオ宮野さん、俺はマリオ宮野さんや。うるせえな。うるせえな。でも容易に想像できた、なんか2人の関係性というか、僕がマリオで畑中君がルイージだったら、あ、なんかとっても可愛らしい兄弟にできるんじゃないかなっていう風にすごくやっぱ思って、そうですね、で近しい役も今までいろいろ演じさせていただいていたからこその安心感がやっぱすごくあって楽しみでした。で一緒にできたらいいなって思ってたら、やっぱちゃんと一緒に収録させてもらえたからよかった、ね、このご時世でね、まあいろいろと声優業界もいろいろ大変なんですけど、やっぱ声優業界もどんどんまた前に進んでいって、また一緒に楽しく収録できるっていう状況があったので、だからその僕らの楽しさはすごく映画に反映されてると思います。はい、そうですね。やっぱり僕正直宮野さんのワッホーが聞こえた時はたまらなく興奮しましたけどね。すごかった。あとやっぱりその各々そのアフレコに挑む中で、やっぱりマリオってどういう感じなんだろう、ルイージでどういう感じなんだろうって、もちろんゲームからそのいただいた情報もあるし、やっぱそういうものをこう精査して持ってきてたので、それがこう一緒にこう掛け合いでドーンって出た時がやっぱたまらなく興奮しましたね、うん、楽しかったですね。ゲームのキャラクターやっぱ大事にしましたね、うん、で音声を常に聞かせてもらってで練習、ずっとスタジオ内で2人で、ね、練習してたよね。やってました。ふーとか、あばば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 ばそれここで使えるんじゃないとか言ってましたね。だからでもその音響監督の美馬さんがやっぱり僕らのことよく知ってくださってる方で、今回その日本語として声を入れていくときに、自分たちがその作品映画の中で、ま、感じた性格だったりとか人となりだったりとか、その目的だったりとかを素直にこう演じていいっておっしゃってくださったので、うん、そこはこうとてもこう自由にというか、うん、思い切って声を入れたし、よりこうみんな皆さんに日本語版としても楽しんでもらえるように、結構リアクションのところも思いついたらどんどん入れていっていいからって言われて、うん、だから結構細かくリアクションは入れてると思います、うん、彼らの動きに対して。でイルミネーションの作品って動きがめちゃくちゃ可愛いんですよ。で細かく動いてくれるから、うん、でそこに合わせていろいろやっていいよって言ってもらえたから、もう楽しくてしょうがなくて、うん、だから2人で結構わちゃわちゃするシーンが多いから、はい、冒頭のね配管工の工事のシーンとか、やべやべやべみたいな声をいっぱい入れてったりとか したのですごく楽しかったですね。うん、だから全然字幕を見て吹き替え見ると、なんか字幕にはなかった吹き替えのアドリブだったりとか、そういうのって結構多分随所にあると思うから、確かに多分二重で楽しめるんじゃないかなって思います、うん、それぐらい多分思いっきりやらせてもらいました。そうアクションも結構そのゲームのマリオの見たみたいなのみたいなのいっぱいあったじゃないですか。だからそれにだから自分なりにそうあゲームっぽく入れてみようとか、みたいなのをなんか結構自由に入れてるんで、だからそういう面でも楽しんでもらえるかもしれないですね。うん、まあ、これはちょっと本当にこの本当声優側の話になっちゃうんですけど、まあかぶりが多いんですよ。すごいもう掛け合いの中でもうかぶって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 っていうのが多いんで、普通掛け合いの時そのかぶると別撮りとかになっちゃったりするんですよね。それを臨場感もうそのままに一緒に撮りたいってなった時に、まあ、ちょっとなんだろうな、一緒に撮るんだけど空間を分けて
そう、ちょっとこうスタジオだから大きいスタジオの中にちっちゃいスタジオがあってそこに入って同時に掛け合うことができるんだけれども空間は別みたいな、わかるわかる、あのとても広いスタジオなんでそのスタジオ内にちょっと小部屋みたいなのもナレーションブースみたいなのもあるんですよ。そう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 、なのでそこで僕らレシーバーでこうやって聞いてるから原音と一緒に、だからそこからお互いの声も聞こえるから、うん、だから一緒に掛け合うことができて、そうです、だからそこで一緒にね掛け合うことができたから、そう、そういう意味ではすごくだから臨場感あふれる感じになったけど、本当にだからこれが別撮りとかにならなくてよかったですね。さっきの楽しかったシーンとあの同時にやっぱりそのマリオの掛け声をしながらアクションをしていくっていうのが結構大変で、普通にわーわーって喋ってたと思ったら急にフーみたいなこと言うから、そこのなんだろう調整みたいなものも結構大変だったし、でアクションがまあとにかく多い作品なので、もうこれ一日終わった時にはもう声ガラガラになるぐらいずーっと叫んでたから、だから叫びは大変でしたね。でさらに後日チェックして、あまたここやり直してほしいですっていうところを再収録する日があったんですけど、その時にマリオの今から音声をいっぱい流すんでそれを全部真似して単独で声を取ってくださいって言われて、だから聞きながらおう、みたいなのをひたすらやって、だからさ多分それも多分さらにいろいろ使ってくれてると思うので、僕もあそれは楽しみですね。ギャーとかハハハとか全部やったんで、すげえ、それはなんかすごい楽しかったし大変でした全部トレースして、あのマリオってそのパワーアップするんですよ、キノコを食べたりとかスーツ着たりとかで、僕自分でソフトも買って一番こう思い入れがあるのがファミコンなんですよね。ファミコン世代なんで、ファミコンのマリオ3なんですよ。でそこで初めてタヌキが出てくるんですよ。で今回タヌキになれたんで、でタヌキももちろんこうでもやっぱ僕の中でタヌキマリオは結構熱いんでタヌキになれたのは嬉しかったですね。僕はあれですね、ちょっと今回クッパもかなり可愛らしいキャラクターになってると思うんですよ。もちろんもう凶悪の敵ではあるんですけど、でも それなんかでも三宅さん後日単独で収録だったから面白そうだなって思ってます。ドキドキ、うん、やっぱりピーチやっぱりピーチあ、さっきはタヌキの話をしたからじゃカートに乗りたい、カートに乗りたい、ちょっと、ちょっと質問がクソうまくいかないマリオ3、さっき言ったあ、でもスーパーマリオだ、マリオ3は最初に買ったやつだからスーパーマリオブラザーズ、あ、あ、今回の、マリオは実は若いんですね、マリオって。だから、その自分の、悩みをしっかり持ってて、でもそこに対してまっすぐ、貫き通そうとしてる心構え。ああ、むず。もう一分むず。あ、ガメック。クッパ。ルイージ、へえ、スーパーファミコンの親父が持ってたマリオ、ファイヤーを食べてファイヤー出したい、ファイヤー食べないです、食べない、あ、地下、ルイージですけど臆病を隠さないところ、臆病スタヒーロー、顔が怖い、顔がちょっと決まってましたね、うん、ちょっと
さっきの一問一答でも言ったんですけど、うん、やっぱりそのマリオがそのブルックリンに住んでてどういう生活をしててっていうところも最初ピックアップされるんですけど、こうおひげを生やしてねこれはちょっとぽっこりお腹だけど、うん、でも実はまだまだ青年で家族にもちょっとこうまだ認められてなかったりとか、そういうなんか若気の至りみたいなところも描かれるんですよ。でそれでも自分たちのやりたいことをしっかり示して、で家族にも認めてもらう、で家族にはなんか弟も巻き込んでとか言われちゃうんですけどでも巻き込まれたなんて思ってないよとか言ってくれるんですよ弟は。でなんかこの二人の絆がそういうところで描かれながらも、そんな若いマリオたちがこう どういうポリシーを持って進んでいくのかみたいな、そこにちょっとヒーロー像とかも見え隠れするので、うん、そういう部分はおすすめだなというふうに思います、ね、僕じゃルイージを演じててやっぱ思ったのは、そのマリオがそのやっぱ僕この彼の中で小さい頃からずっとヒーローでいてくれたっていう、うん、そういう なんかこうものがあるんですよ。だから、ね、そうだね、ずっと多分彼の中ではヒーローでいてほしくって、このマリオがヒーローになるまでっていうのがすごく今回とっても明確に描かれてると思うし、うん、そこで乗り越えなきゃいけない試練とか多分もう本当に凄まじい勢いで迫ってくるんですよ。もうだって全然違う別世界に飛んじゃったわけだから、そう、そんな中ででもあの本当にマリオがなんだろう、心配にはなっちゃうかもしれないんだけど、見てる側はでもやっぱりヒーローで、僕の中では兄さんはヒーローだなって思わせてくれる存在なので、うん、これがやっぱこのマリオが最大の魅力なんじゃないかなって思ってます、僕も大好きなスーパーマリオ、みんなが大好きなスーパーマリオが、ついに映画になってお届けできます。ゲームで好きだったシーンのあれこれだったりとかたくさん登場します。だから自分がやってたマリオの、あの懐かしさもたどれると思います。あーマリオカートだとか、ファイアフラワー撮ったとか、なんかそういう自分の童心もくすぐられながらも、そのマリオたちが、挑んでるものに対して心を重ねて共感しながらも一緒に一喜一憂していただければいいなというふうに思っております。最高のエンターテインメントです。ぜひ映画館でお楽しみに。おもちゃ箱のような映画になってると思います。すっごい楽しい映画ですし、そうやっぱり何よりも、あマリオどうして好きなのかなっていうものを再確認させてくれるような、そんなマリオの魅力が詰まった映画になっていると思います。この映画を通してもしかしたら初めてあのマリオを知る人もいるだろうし、あ僕らのマリオだって思ってくれる人もいるだろうし、本当に世代も国境も超えて楽しめる映画になっておりますので、ぜひぜひそんな素敵な映画を映画館で見てください。よろしくお願いします。シネマトゥデイの取材を受けました。 The Super Mario Brothers Movie 見てね。マミーや。